それでは発生学の発展的な講義として表皮と真皮の相互作用そしてシガについて見ていきます。まず表皮と真皮の相互作用から見ていきます。皮膚って一口に言っても主に表皮と真皮からできています。表皮っていうのが外皮を由来、真皮っていうのは中皮を由来の組織です。そしてよく研究されているニワトリなんかの例を見てみると、例えば背中には羽毛が形成されね、足には鱗がねできます。ねこんな風に 実は、皮膚といったって、体の場所によってね、そこにどんな構造ができるかが異なるわけですね。実は、羽毛をそこに作るのか、鱗をそこに作るのか、主に決めているのは神秘の方だってことが分かっています。神秘は、羽毛を作るか、鱗を作るか、それを決める司令塔のように働いていたんです。ね、実はは、神秘の細胞はタンパク質を分泌してね、 表皮を羽毛もししくは鱗にしていたんですねどうしてそのような説が提唱されているかっていうと足の神秘ね本来鱗ができるはずの足の神秘を取ってきてでそれとは別に背中の表皮を取ってきてね羽毛になるはずの背中の表皮を取ってきてでそれをくっつけたら羽毛になるか鱗になるかを 見たたんでですね。そしたら鱗ができたんですつまりこの神秘この神秘は足から取ってきたもんだからこの神秘が「いやいやここは足だろ」ってね「足だろ」「作るのはウロコっショって言ってウロコを作らせたんですね表皮が、まあ、背中であろうがどこだろうが関係なかったね足から取ってきた神秘が「足に作るのはウロコっショって言って表皮に働きかけてウロコを作らせたんですねここまでが高校内容っていう感じですかね これもちろんね、リード分付きで、さまざまな入試問題、ねあの、実験計画示されますんで、その実験計画ちゃんと読んで、ね、しっかり考察、その都度してください、これ丸暗記して試験に臨んでもあんまり意味のない分野なんで、この辺はね。では続いて、滋賀を見ていきましょう、足の元っていうイメージです、滋が。これは大学内容だけど、ね、これ、鶏ワトリの翼と、えっと、マウスの足を描いたけど、実はね、えなの翼と足って全然違うじゃねえかと思うかもしれないけど、実はね、腕だろうが。 足だろうが、翼だろうが、あとはお魚のヒレだろうが、すごくよく似ているところがあるんですね。しかも、足っていうのはとっても面白い。基部、先端軸、前後軸、背ラ軸っていう3つの軸を持つ。根元の方と先っちょの方で違う。ね。前と後ろで違う。ね。表と裏で違うっていうふうに3つの軸を持つ。さらに、移植実験なんかしても生存可能なことが多い。だから、携帯計算の研究に本当によく用いられてきました。死が。 そもそもシガとは何でしょうか。この青いところが外胚葉性の組織。その下に中肺陽性の細胞が集まってきます。この中肺陽性の細胞、やがて足の筋肉や骨になっていったりします。で、この中肺陽性の細胞がここに集まって、この部分がぷくーっと膨れ上がります。この隆起したところ、この膨れ上がったところを盛り上がったところをシガと言います。 やがてここに足ができてきます。ちょっと雑だけど、ここにこうね、あの、足ができるっていう感じね。そして、滋賀のこの部分は、まるで堤防みたいに分厚くなっています。そこを、外胚葉性調停って言います。外胚葉性のね、先端にある堤防みたいな部分っていう意味です。例えば、外胚葉性調停を除去してしまうと、足の発生が停止します。1番 また、余計なね。外胚葉性調停を無理やり移植してしまうと、翼の重複がニワトリでは翼の重複が見られます。こっちが正常な発生ね。翼が重複してしまいます。この外胚葉性調停はさっきの実験からも非常にね。足の形成に関して重要な役割を果たすことがわかりますし、今ではこの外胚葉性調停タンパク質を分泌して。 足の形成を進行させてていいることが分かっていま,すまあこれもすごい細かいんだけど外胚陽性調停のこの下の方にある細胞を未、ね、分化な状態分裂状態に保ち続けることで足を伸長していると考えられていますこの外胚陽性調停ね外胚葉性調停がどうやってそこにできるんだろうっていう研究も少し進んでいますそもそもはホックス遺伝子の発現がスイッチになります このホックス遺伝子が発現することで、中肺陽性の細胞があるタンパク質を分泌するようになります。このタンパク質もある程度特定されています。で、その中肺陽の分泌するタンパク質がきっかけになって、外肺葉性調停が形成されていきます。そして、外肺葉性調停自身もタンパク質を分泌し始めます。こういった様々なシグナルが死がを伸長させていきます。この辺。 外性のののすす。ぐ下の辺り、この辺りこを進行帯と言います、まあ、なんで進行体っていうかっていうと、まあ、どん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 そこが伸びていくからですねこの外胚葉性調停が分泌するタンパク質の影響を受けて、ね、ぐん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 ここが伸びていくんですねでは最後に指の話をしましょうこれはニワトリの翼ですねニワトリの翼指なんてないよと思うかもしれないけど実はねあの指の骨に相当する骨がね実はありますね まあ今回はちょっとね簡略化して1番と2番と3番というふうにそれぞれの骨格に番号を振っておきましょう。そして今日最後の重要な役者。ここにある極性化活性体という組織です。この組織、前後軸を決める非常に重要な役者です。これ、鶏の翼もう一回見てほしいんだけど、 こっちが体の前の方で、こっちが体の後ろの方です。体の前と後ろで、できる指の骨格の番号が違うよね。前の方に近い順に、1番、2番、3番と違う種類の指の骨格ができるわけだ。つまり、前後軸があるわけだ。この前後軸の形成に、極性化活性体は働いているとされています。 なんかね前後軸とか曲線とか言われると難しいイメージを持ってしまうかもしれないけど例えば、哺乳類でいったって親指と小指の構造は違うよね,ね親指側と小指側で違った構造をしているよね,ね前後軸っていうのはそれを言ってるのね前の方にできる指と後ろの方にできる指、ね、体の前方にできる指と後方にできる指で構造が違うでしょってことを言ってるのね前後軸。 その前後軸の形成に重要な役割を果たしているのがこの極性化活性体だ。こんな実験が有名。余計な極性化活性体を別の肺から取ってきて、ここに埋め込んでしまう、ね。ここに移植してしまう。そうすると何が起こるかっていうと、こんな風に指が重複してしまいます。それも少し不思議な重複の仕方だ。まるでここに鏡でもあるかのように指が重複してしまっています。 何が起きたかと考えられているかというとこの極性化活性体からタンパク質が分泌されていると考えられていますタンパク質がここから分泌される遠いところは薄くなる近いところは濃くなるこの濃い薄いの勾配がこの指の番号を決めていると言われています例えば一番タンパク質が濃いところには3番の指ができている今回僕たちは極性化活性体を もう一つここに無理やり移植したするとタンパク質の濃い部分がこことここに2箇所できるだから3番の指がこことここにできたと考えられるようになりました逆に薄いところには1番の指ができているこっちもここが一番薄いところだよねこの真ん中あたりが一番薄いところだよねこの薄いところには確かに1番の指ができている。 さらにもう一歩踏み込むと、このタンパク質、ソニックヘッジホックというタンパク質であることが分かっています。このソニックヘッジホック、もちろんあのネーミングの由来はゲームのキャラクターからですね、このソニックヘッジホックの濃度勾配によって位置情報が決まっている、位置の情報が決まっている、えっと、どこの細胞がどんなものになっていくかが決まっている、こんなふうに濃度勾配を形成して、細胞に位置情報を与える物質、それを、ね、モルフォーゲンって言います。 ソニックヘッジホックがモルフォーゲンとして働いていると考えられてきましたもう症状バイの発生を勉強した人は症状バイの発生でできたビコイドタンパク質なんかがあれもモルフォーゲンのいい例ですただ現在では単純にこのソニックヘッジホックの濃度勾配だけでこの曲性が決まっているわけではないことが明らかになっています様々な他の要因があることが分かっています なのでこれもね、やっぱり丸暗記して試験に臨むというよりは、ね試験に出てきた、問題文に出てきた実験の意味をねしっかり読み込んで、自分でメモをして、図を書いて、その場でしっかり考察していくってことが大切になっていきますでは、ご清聴ありがとうございました、今日は非常に難しい話でしたね、まあこれ、ほとんどすべて今話したことは大学生の内容なので、今日暗記することはほぼないですね。 まあこれを機会にもう一度、資料集を、ね、眺めてみて、発生の、ね、復習をしてみてください。